生活したいと、いろいろな飾り物も手放してしまいました。でもやはり季節感は大切にしたいなと、今回も手作りを中心に飾ってみました。皆様はどのようなお正月を迎える準備をされているでしょうか。良いお年をお迎えください。